りこたいがです。皆さんこんにちは、お久しぶりです。いや今年っていうか去年からちょっとバタバタしちゃっていろんな動画をね投稿しなくて本当に大変申し訳ございません。ごめんなさい、許してください。でもまあ多分ツイッターとかフェイスブックとかあとインスタグラムでよく見てくださった方はねもうよくわかってると思うんですけど、いろいろあったんですよ今年。いろいろありました。胸にある通り1月16日に TBS で放送された、はい、マツコの知らない世界に出演されたんですよね。あ、そうです。皆さん見てくれましたか？ Unex にもあるのでぜひチェックしてみてください。出演されたのは去年の7月の出演から2回目になるんですよね。そうですよね、2回目になりますね。イエーイ。このテレビ番組っていうのはいろいろなことに詳しい方がゲストに来て、うん、まあ、マツコさんにそのコンテンツのことをお話しするみたいな番組ですけれど、ゆりこさんは何の役で行ってたんでしたっけ？私マツコさんの知らない番組私の世界はね、今回前回と今回もアニソンでした。アニメソングですね。どうでした？マツコさんの印象って。一番今まで出会ったの中の芸能界の中で一番良かったです。私はマツコさんはそのもう会う前から、本当は9年前からずっと憧れで、いつか愛あもれるの魔王だったね。ちょっと待って、まあもくんも元気です。いつも大きくなって、いつも大きくなってるっていうか、もっと前から大きくなってます。おいしい。嫌だね。嫌だよね、ごめんね。まあ本当に良かったですよね、マツコさん。頭もすごくいいし、すっごく優しいし、いろんなことに詳しい方だから、会いたいのはもうすっごい前から楽しみしてて、なんだろう、一番お父さんの同い年だからかどうかわかんないんだけど、ちょっとそういう家族、もう憧れてるし、でもちょっと家族な感じもするので、もう本当にありがたいしかないんですよね。例えばカメラが回ってないとことかで何か喋ったりしたんですか？あー、お父さんのこと、あとグレンライザーのアンバサダーになってたのことももうちょっと詳しく聞いてもらったので、あと、まあ、ちょっと葛藤してるところももちろんちょっとあったなんですけど、なんて言うんだろう、もう本当ケアしてる方ですよね。すごくいろんな質問されたりとか、すごい本当普通に心配されたんですよね。今の活動はどうですかとか、コロナ終わって戻りましたかとか。今びっくりした。今びっくりした。あとゆりこたいがちゃんみたいの存在がすごい大切してくれるっていうか、本当にいろんな褒め言葉をいただいて、もちろんその番組の中でちょっと戦いそうぐらいになったんですけど、まあ、もちろんそれはもうちょっともうテレビに向けてるなんですが、本当に今まで芸能の中で一番褒めてくれたし、心配されたし、一番優しい芸人だったから、もちろんみんなとほとんど優しいんですけど、お父さんというマツコさんはやっぱりちょっと自分のお父さんとはもうセカンドマーマーな感じはするから、もう本当に普通に心配されたし、本当におめでとうって、はグレンライザーはすごいですね、よかったねって言ってくれたので本当に嬉しかったです。今回そのまあ放送された番組を見て、うん、どうでした？自分が喋りたかったこととかしっかり喋れました？正直めっちゃ心配してたんですよ。今回は一番心配してたのは援助するんじゃないかなってすごい心配してたんですよね。やっぱりこのテーマはもちろん思ってることだったんですが、これテレビに言うかどうで、言っていいのかどうかはちょっと心配ですよね。正直すごいもう延長しそうなテーマだったから、まあ今のライト、まあマツコさん言ってた通りライトオタクと今のオタク、まあ今のライトオタクと昔のちょっと古いオタク、私みたいもっともっと古いオタクもいるなんですけど、意見がね
つなんかぶつかっちゃうんですよね。例えば、でも今のアニソンでもいいんじゃん、私ダメと言ってないんだけどね、ダメと言ってないんだけどな。でもまあやっぱりちょっと政府スターのところは外国人の意見なので、おそらく私の意見、まあ個人の意見もそうなんですけど、外国からの意見なので、まあいろんな日本人は実はそう思ったんですが、まあ日本人だからちょっとそういう建前っていうか、もうちょっとちょっと言っちゃいけないかなーっていうような感じなんですけど、私の今回はねちょっと外国人カードを使って、私はそう思います、ペンって思って、いやビジネスカネやって、まあちょっとね言い過ぎ、ちょっと言い方強かったんじゃないかなって思って、ちょっと大変申し訳なかったなんですが、いろんな方はね、まあ本当は私も僕もそう思ったんですって言ってくれただけでありがとう、よかった。でも聞いてくれるだけにはねすごいよかったです、本当に嬉しかったです。いや本当正直怖かったです、もうめっちゃ嫌われるんじゃないかなって正直思ったですねまあ番組のそのまあ内容を簡単に説明すると、うん、新しいアニメっていうのとやっぱり昔のアニメっていうのがスタイルが違うっていう話になって、でまあ今のアニソンより昔のアニソンの方が海外では好まれていましたよというプレゼンをするような形でしたよね。まあそうだったんですよね。そうです、うん、なんか残りやすいっていうか分かりやすかったんですよね、アニソンってな感じ。今はいろんな方、まあ、逆に今それでもいいんですけどね、逆におしゃれすぎて、いろんな方が、あ、これアニメなんだってなって、いいっすねとか言ってくれるのだけのはもちろん嬉しいよ、オタクとして。でも、まあ、やっぱり、その昔のアニソンはどこかで、外国人としても、ちょっと聞きたいんじゃないかなって、ちょっとあるから、まあ、その意見がね、はい、言わさせていただきました。最近はやっぱりその SNS とかで海外の方のそういうアニメエキスポとかの映像とかで見ることはあるんですけれど、そういうとこで海外で一番盛り上がるアニメソングって何なんですか？ワンピースの We Are。 そう、We Are Together We Are Together。 ワンピースだと思うね。なんかワンピース気がする。なんかもちろん昔はドラゴンボールって言いたかったんですけど、まあドラゴンボールが、まあ残念ながらもう昔の方しかわからない。今の小学生わからないけど、ワンピースは今の小学生でもわかる。じゃあ一番海外とか日本でも、そのエキスポでは今その、うん、みんなが大合唱する。そう、でも、やっぱりアニソンじゃん。We are。We are!そうですね。そう、いやかっこいいかったな。そう、それとかもね第一にしようかなってすごい、うん、思ったんですが、逆にやっぱり桜大戦の方が、まあ、ちょっと私にとってね本当大事な思いで、逆にみんな逆そんなに知られてないから、知ってる人はすごい恋が熱いです。なんか日本のエキスポではそういうイメージがあまりないんですけど、結構海外ではみんなで歌ってるっていうか、うん、はい、あれはどういう時間帯なんですか、エキスポの。ね、そう、日本の、コスプレイベントっていうかアニメイベントは、海外と全然違いますね。本当にもう全然違うんですよ、やり方は。だから、いつがやるって言えば、ジャパンエクスポの場合だと、コスプレコンテスト終わった後とかに盛り上がるためのに曲を流れたり、DJ パフォーマンスしたり、踊ってみたコンテストとかもあるんですよね。そうですよね。なんか、とにかくみんなコンテストのために人を集まってステージの下に見るんですよね。まあ、もちろんたまに声優さんとか有名な俳優さんとかコスプレイヤーさんも、海外までそのジャパネットとかいろんなところに呼ばれて、みんなステージに集めてくれるから、その後ですよね。みんな普通は超シャイなのに、コスプレするときとアニソン聞くときになぜわからないけど別人みたいになるんですよね。
っと聞いてみたいのが、じゃあ例えば最新のアニメ、うん、呪術廻戦だとか、それこそ推しの子とかの曲がそういう風に今エキスポで流れた場合には、そういう大合唱みたいなの起こるんですか？どうかな。最近はオタク増えてるので、新しいジェネレーションの中だけだったら、若い子だけだったら盛り上がるけど、まだやっぱり海外の方がもうちょっと古いアニメの方がまだ人気かなって思いますね。まだね。あと歌いやすさとかもあるんですかね、外国の。そうですよね。進撃の巨人の曲とかはどうなんですか？みんな歌ってる。歌ってますよね。みんな歌ってる。めっちゃ難しいなのになって思って。なんかすごくイメージがあります。外国人の人たちがみんな歌ってる。タラタタラタラタタラタラタラタタラタタラタタタ。ゲストの方が結構いらしたみたいですけど、喋、った方います？やるどんなお話しました？昔のギャルの様子のこと。やっぱり今は昔みたいにも戻ってるから、エグとかガングローとかはね、まあ、ほんと昔のエグみたいの時代でも、よかったね、戻ってきてよかったねと話はしました。あと本ももらいました本もいただきました。まあ、じゃあそういう風にテレビ出演してきましたよ。あと他のゲストとかもめっちゃ優しかったよ、やっぱり。誰の話が面白かったですか？まあやっぱり少年、自転車の、自転車ではない、デコトラの、もうデコトラ、いやデコトラも昔の日本じゃん。70年代、80年代、90年代の文化だから、まあ、トラックというかあの方は自転車でしたから、ね、まあ自転車でしたんですけどこれからトラックになるから、いやすっごい楽しみ、もう愛しますよ、あと3年間で見たいです。あとギャルが好きですって言ったの少年のところがね、ちょっと可愛かったと思って、コスプレヤーも好きですかって言いそうだったんですけど、もうちょっとテレビだったから、もうちょっとまともなキャラクターにしようかなと思ったんですね。なぎとさん、中学校2年、中学生だったんですよ。すごい真面目な方でびっくりしたんです。私中学の2年生何やってたんだっけと思ってコスプレ始めたんです。まあ昔のね、日本を大事にしたいと思いますので、これからね活動も頑張っていきたいと思います。ゆる子タイガー応援してください。よろしくお願いします。この動画を好きだったら、いいねのボタンして、コメントとかもお待ちしてまーす。チャンネル登録してくださいね。よろしく。バイバイ。チャオチャオ。ボナセラ、ボンジョルナ、アルベデルチ。